テレポ。お願いいたします。どうぞ。はい、朝日新聞の阿部です。トランプ大統領の同盟関係をめぐる発言について伺います。大統領は昨日オーストラリアのモリソン首相との会談で、我々が同盟国の面倒を見ていると強調し、同盟国との間の巨額の貿易赤字を引き継いでいるとの不満を表明しました。トランプ大統領からは同盟関係や日米安保条約への不満と取れる発言が続いていますけれども、この意図についてどう捉えているんでしょうか。まずトランプ大統領の発言の意図について説明をする立場にはありませんが、まあ、いずれにせよ日米安保条約前提とする日米同盟については2017年2月の日米共同声明において両首脳間でアジア太平洋地域における平和繁栄及び自由の礎である、この旨を確認をいたしております。また日米政府間においては日米安保条約の見直しといった話は一切なく、大統領との間でもその旨を確認をいたしております。はい、関連です。朝日新聞阿部です。今朝日米首脳会談が行われましたけれども、そこの冒頭でトランプ大統領は、防衛装備の購入などについても話をしたいという発言がありました。大統領の同盟関係の不満と取れる一連の発言は、まあ、大統領の取引の一環とも受け取れますけれども、この点どのように考えていますでしょうか。まあ、先ほどの首脳会談においてはそのようなやり取りは全くなかったという。はい、フジテレビの千田です。イラン情勢について伺います。イランは低濃縮ウランの生産について核合意で定められた国内貯蔵量の上限を近く超える見通しです。制限を超えると合意事項を破ることになりますが、これに対する政府の見解をお願いします。まず仮定の質問でありますので、政府として答えることは差し控えたい、このように思います。まあ、いずれにしろ我が国は国際不拡散体制の強化と中東の安定に資する核合意を一貫して支持しておりですね、イランを含む当事国による継続的な履行を期待しております。イランに対して核合意を遵守するよう引き続き働きかけを行っていきたい、このように思います。はい、フジテレビの記者です。核合意を支持ということですけれども、イランの国連大使は核合意をこれ以上維持する義務はないと述べています。政府はイランの核合意を一貫して支持する立場に変わりはないということですか。我が国は国際不拡散体制の強化と中東の安定に資する核合意を一貫してこれを支持しております。イランを含む当事国による継続的な履行を期待をする、この立場には全く変わりないと。はい、産経新聞の中村です。昨日行われた日中首脳会談についてお伺いいたします。首脳会談では安倍総理が習近平国家主席に来春の訪日を求め、習氏もこれに応じました。今回の首脳会談をどう評価していらっしゃいますでしょうか。お聞かせください。まず今回の首脳会談の中で、27日の夜に行われた首脳会談とその夕食会、ここにおいてはですね、全体として非常に和やかな雰囲気の中で G20 の成功に向けた連携を確認するとともにですね、幅広い分野について率直な意見交換が行われて非常に有意義なものである、このように報告を受けています。まあ、とりわけ海洋安全保障、経済、国民交流、領事、地球規模課題、北朝鮮などさまざまな分野において具体的な協力を確認できた、ここは大きな成果であったというふうに思います。さらに今回の会談において安倍総理から来年春、習近平国家主席の国賓としての訪日を要請をし、習主席は原則としてこれを受け入れました。首脳の間の継続的な相互時代を通じて日中関係を新たな段階に押し上げ、日中新時代を切り開く、そういうのも。はい、関連して産経新聞の中村です。首脳会談では習主席が北朝鮮の金正恩委員長と会談した際に拉致問題に関する安倍総理の考えを伝えたことを明らかにしました。これが日朝首脳会談の実現にどのように影響すると見ていらっしゃいますでしょうか。教えてください。
まあ、昨夜の首脳会談で習主席から先般の中朝首脳会談において日朝関係に関する日本の立場、安倍総理の考えをキム委員長に伝えたという発言があり、その上で習主席から拉致問題を含む日朝関係改善への強い支持を得ております。これ以上詳細について首脳間のやり取りでありますので差し控えますけれども、いずれにしろ拉致問題の解決に向けては米国や中国を含む関係国との連携を強化するとともに、我が国自身が主体的に取り組むこと、ここが極めて重要であります。また日朝首脳会談については現時点で目処を立っているわけではありませんが、ご家族もご高齢の中、一日も早い解決に向けてあらゆるチャンスを逸することなくですね、全力で取り組んでいきたいというふうに思います。はい、話題変わります。朝日新聞、阿部です。長崎県の諫早湾監督事業をめぐる2つの訴訟で、堤防の排水門の開門を認めない判決が確定しました。この問題をめぐっては長年にわたって法廷闘争が続いてきましたが、一連の訴訟で最高裁が開門の是非について判断を確定させたのは初めてです。国として判決をどのように受け止めているんでしょうか。今回の最高裁決定は国の主張が受けられたものであると理解をしており、引き続き諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について関係省庁適切に対応していきたいというふうに思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。